ホワキンアリアスドミニカ共和国サントドミンゴ出身の元プロ野球選手、ウトウミギウチ。2001年7月12日にアマチュア FA でニューヨークヤンキースと契約。テキサスレンジャーズ時代2004年4月23日にアレックス・ロドリゲスとのトレードでアルフォンソ・ソリアーノと共にテキサスレンジャーズに移籍。2006年9月13日メジャーデビュー。2007年は 右肩の故障でシーズンのほとんどを DL 入りのままで過ごす。2008年メジャー最小格。ニューヨークメッツ時代2010年8月31日にジェフ・フランコワとのトレードでニューヨークメッツへ移籍した。2010年11月4日にウェーバーでカンザスシテロイヤルズへ移籍した。2011年11月2日に FA となった。 2011年12月15日にサンフランシスコジャイアンツと契約。2013年1月25日にジャイアンツと92万5000ドルの1年契約に合意した。内野の各ポジションを変えながら102試合に出場。打率271.1本類が19打点1盗塁という成績を残した。2014年1月23日に ジャイアンツと総額260万ドルの2年契約に合意した。3年連続となる100試合以上に出場し、打率254.15打点1盗塁という成績を残した。守ったポジションは前年に続きナイやの全ポジションで3塁守備の機会が最も多かった点も同様だった。2015年7月27日に戦力外となった。 2015年12月11日にアリゾナダイヤモンドバックスにマイナー契約を結ぶ。2016年3月31日に放出された。ありがとうございます。